内田彩子です。中野信子です。この度こちらのなんで家族を続けるのを刊行いたしました。週刊文春ウーマンの1周年記念のトークイベントで家族というのをテーマに、初めてお会いして500何十人の方の前で公開対談をさせていただいたんですが、その後でね、またその時のテーマが、なんで家族を続けるのというか、家族とは何かというテーマで対談をさせていただいたんですね。でも21世紀の半ばには未婚率が半分になっていくと、もう家族を作ることを選択しない人が半数になっていくという時代にこれからありまして、我々のような普通の家族でないところで育ってきた人間が語る意味があるんじゃないかということで本を作ってみようということになったという流れでございます。そうですね。で、週刊文春ウーマンの中で、迷子会を重ねるたびに、そうですね、編集の方も、全てシャットアウトしてっていうとあれですけど、いないところで2人きりの、仰せを重ねる面会を自分たちで録音してね、そういう形で何度もお話を重ねる中で、この本が結果的に一つになりました。家族に関する本というのは世の中にたくさん出ているんですけれども、本書がちょっと他の書籍と違うなというところは、それぞれの葛藤は科学の目から見るとこんな風に見えるんですよという切り口だと思うんですね。ちょっとそれまでの本は社会的にですとか、ちょっと歴史的に見ますとですとか、そういう観点が多いと思うんですけれども、ちょっとこう一味違った家族論としてお楽しみいただければ嬉しいなと思います。実際本当に私自身もずっとこう自分の中で蓄積してったいろんな問題とか辛かったこととかトラウマらしきものを中野さんって言ってこう見ていた聞いていただいた時に、えそんな捉え方をするのとか、そんなアイディアでこんな風に考え方捉え方が変わるのっていうのが本当に目から鱗この連続だったので、私はこれは対談なんですけども、いっぱい中野さんに私の悩みを相談していっぱいこうなんていうのかな、力を抜いていいんだよっていう、こういうふうに意味があったのかもしれないよこの出来事はっていうふうにたくさん素晴らしいアドバイスをいただけて、それが本当に実践できることもたくさんあるので、とても癒されましたし、これからもまだまだこのアドバイスをもとに家族というものを続けていかねばと思って頑張ります、この帯にあるね、私たちは普通じゃない家族の子だったっていうのを私自身見た時に、じゃあ一体普通って何なんだろう、普通の家族ってどういう形なんだろうっていうふうに思ったんですが、それも含めて本当に多様な家族のあり方、私の家族も中野さんの家族も当たり前ですが違うし、読者の方々も本当に一人一人みんな違う家族から生まれていて、そのことによる苦悩もそのあるはずなので、ストレスもだから、そうですね、そういう方々に、この本を読むと出会うことで何か少し風穴が開くというか、もしストレスがあるとすれば、あるいは家族って何だろうってちょっとこう思いにふけるというか、そんな、ひとときが持てたらいいなと私は思います。やっぱり家族で苦しんでいない人はいないと思うので、家族であることで苦しんでいる全ての人に手に取っていただきたいと思っています。ちょっとでも癒されればもう私たちのそれはもう喜びになりますの で、ぜひ読んでください。よろしくお願いいたします。